モデルプレスイコール2020-2-07活動休止中の YouTuber 渡辺真琴が14日より活動を再開することが分かった。7日、所属事務所の公式サイトにて発表された。YouTuber 渡辺真琴、活動再開を発表。2019年6月に、週刊、文春にて、渡辺が、同月2日、未明、知人女性に対する傷害容疑で、逮捕されすでに釈放されていることを、報道。これを受け所属事務所は、7月に、渡辺を年内謹慎処分としたことを報告。当該期間経過後に改めて契約について判断するとし、活動再開については言及されていなかった。そして今回、所属事務所は、ユム専属クリエイター渡辺真琴は、2019年6月より活動を休止しておりましたが、2020年2月14日以降、動画投げ稿活動を再開することとしましたので、ご報告いたしますと報告。また、当社は本人と面談を重ねてまいりましたが、猛省の様子と生活の改め善が見られることにより、この度、活動再開を判断いたしましたと活動再開までの経緯についても説明。後日改めて、本人より動画にて、活動再開についてご報告する予定ですと綴った。そして、当社は今後一層、所属クリエイターの指導、サポートとともに、コンプライアンス教育に努め、皆様に安心して楽しんでいただけるコンテンツをお届けしてまいりますと表明している。モデルプレス編集部、渡辺真琴プロフィール。渡辺は2011年から動画投稿を開始し、現在チャンネル登録者数は約27,000人を誇るトップ YouTuber。動画投稿のほか、ヒップホップユニット、カイワレハンマーのベマとして音楽活動を行っており、ソロアルバム、侵略的隙間を2016年11月にリリース。アパレルブランド、R イバータスを手掛けるなど、多彩に活躍していた。